これ付け方が面白いけど撮ってみる？ちょっとぜひぜひ。やっぱ人によって装備が全然違いますもんね、持ってるものが。やっぱり好みが出てくるからね。出ますよね。それがいい悪いじゃん。やっぱ自分の好きなことでやってて、はい、そうですよね。だからそういうのがいいんじゃないかなって。だから人に影響される必要が全くないっていう。たまにでも同じものが出てきてくる、あーかぶったーとかって悔しいとかってあるよね。これちなみに燃料入ってないですか？まだ、ね、入れた今日。ほほほ、灯油。これ入れたけどってことですか？なんか作業が入れるって、ここから灯油を投入するんだけどね、ここ。はいはいはい。ちょっと街道っていうかあれしとるけ、空気入れで入れれるようになってるんだけどほぼ使わんけどね。あれ、俺内蓋、あ、破れた。あ、それは光るんですか？そう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 。だけどここに要は灯油の噴霧させて、はい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 、それで火を燃やすのに、これで要は。あ、それは燃えないんですか？これは燃えない。燃えない素材ってことですか？うん、ちょっと先に空焼きする系、そこから取ったら面白いかもしれないね。はい、噛みました。噛みまみた。今回の動画はあれですよ、テロップがだいぶいりますよ。ほんまにだいぶいりますよ。要はこれで要はあの、はい、から焼きってこれを燃やしゃらねえけどね、最初にね。ん？どこをから焼きしてるってことですか？これこのマントル今つけたやつ。うん、かかとびよ。アルコール入れちゃったら危ないよ。プレヒートけん。俺プレヒートとから焼き一緒にやったの見たの初めてだ。嘘。リフレクターつけたの見えねえんだ。ああダメか。ああつけん方がいいから、うん、これ後つけると大変なんよね、熱いけ。大丈夫、俺が熱いんじゃないけ。あ、まあね。ちょっと取りにくいかもしれない。あ、外しとこう、ね、大丈夫大丈夫です。大丈夫、はい。でその間にこの加圧をする。はい。アルコールじゃない、なんか下こぼれてないそれ。アルコール、もうアルコールこぼれちゃうよ。やけどするよ。ここでこの加圧して要はだから圧力を上げて、はい、あ、ええか、そっちのターボ折れるのじゃないで燃えても大丈夫。オッケーオッケー。万事オッケー。なんか後ろでうるさいのこれ。副音声でお伝えしております。これ儀式っていうやつで、通常。なるほど、ランタンの。まだ6時だ。早っ。飲みすぎてなんかテンションが上がってる俺。うん、まあ、いつもだけどね。あと締めねけん。俺締めんでくださいよ、うん。心弱いんですから。マジで？はい。これだけピュアな男を捕まえて。は？すいません。嘘、私嘘ついておりました。はい。汚れちまった悲しみに。それはあれじゃん。男塾ですか？ええな、男塾。さっと出てくるもんな。このアルコールがなくなるぐらいで着火させてやるとつくという。うるさいよカイヤ。カイヤないよ。カイヤ違うよ。それは違うよ。本当にカイヤは。ガイヤじゃないです、うん。もういいかな。早かったりして。早かったら炎上するだけ。炎上商法。燃え上がる。今マントルでしょ。燃え上がれ燃え上がれ。ちょっと早いね。いや大丈夫、ほらちょっと炎上するか、うん、まだアルコールが残っちゃうけ。あ、じゃあああいう炎とは違って、要はそれに火がまとわりついてるというか、なんかそんな感じってこと。あの噴霧させたやつに火をつけて燃やし続けるっていう。なるほどなるほど、うん。この辺は毛細現あの灯油とか灯油も使えるんだけど、毛細現象で小さくなっていったやつが炎になって、そうそう、はいはいはい、でこういうふうなやつは加圧をさせて、あの霧状に噴霧っていう形をさせて、それがコンピングっていう形で内圧を上げてやって、はいはいはい、要はあの石油ファンヒーターのガス飛ばすのと同じ原理の今のコンピングやったじゃないですか、うん、あれはやればとにかくその
しばらくは持つってことですか。そのポンピングを何回もしないといけない、うん、でいや圧力が落ちてきたら燃料も減っていくから圧力が下がってくるから その分だけまた後押してやらないと、まあ、大体2時間ぐらいはまあポンピング線でも持つ持つ空気はあの圧力高くなるけど液やなんかが減っていったら空気の圧力ってすぐ下がってくるから、はいはい、やっぱり圧力をかけてやってっていう、だんだん燃料が減っていく分だけその圧力をかけてっていう。結構明るいから明るいですね。これ今のはまだ日が高い系なんとも言えんけどん内蓋を外すの忘れちゃったけど電にねなんぼやってるあれねこのすぐ破れる C アンカーは破れるんだけどね、もう一個ランタンあるんだけど、はいはい、同じ加圧式のあれはなかなかこのマントルが破れるんだけど、こいつはなんでかすぐ破れる。振動でもダメ、すぐこするんですよあの YouTuber が研修するの大変だからやめなさい誰が下ネタ全開で行くんですか誰ですか酔ってるのやめなさいあなただから YouTuber が困るような発言をするなって言いたい方で、今日歯止めがき関係これ多分使えんかもしれない大丈夫大丈夫すいませんずっとピーって言ってるけどね、うん、もう下手したらあの画像からこの男を消し出せって言ってもいいから誰が放送禁止やねん。もう存在自体が放送禁止やねそうね、何飲もうかな。日本酒サワー作るレモン、あの、チューハイのやつある、うん、グラス、あ、グラスがあるか、うん、これでいこうか。直でやる、あ、直でやる、直でな、それ口入れてさ、いやいや、口つけたら後飲めんけ、もう口開けてもらっちゃって上から、あ、ごくごく、うん、あ、ほっかこれもサーモスの氷運ぶやつ。へえ。やっぱ溶けないですか。いや、溶ける溶ける。溶けるけど、餅が違うっていうか。あ、いや、固まっとる。固まっとるじゃん。すごい。ダメじゃん。これ振ったらいいね、そのまま。持って。そうそうそう。どこのバーテンか。トリックトリック、バーバートリック。いい手で。うん、どんぐらいかねこれ。誰かねこぼすのは。そんぐらい。うん、そんぐらい。またまた。あ、そんぐらいそんぐらいそんぐらい。なんかダダタロタレなんだけど。ええ、俺が飲むんじゃないけど。まあね。え、いくつ？7つぐらい違うんだっけ俺。僕今38だから10個ぐらいじゃない。10個ぐらい違うわ。俺今月47だから、あ、10個ぐらい違うわ。そりゃ一回り違うわ。うん。なんか燃え方変よ。多分ジェネレーターがあれなんだからね。スマリダさんが。スマリダさんかもしれない。ああ、でも明るいっすね。これね、夜になったら分かるけど、ね、めちゃめちゃ明るいけど。これより明るいやつがあるね。あれは米は。同じようなホワイトガソリン。同じ加速、あの、加速式のやつ。ケラシンなんだね、これね。ね、これはコールマンのやつだけど。もう一個あるのは中国製のシーアンカーという。シーモンキーですよね。知らん、世代的に知らん。あ、知らんか。もうシーモンキー知らんよね。シーモンキーはあの、あれでしょ、エビみたいなやつでしょ。おお、知ってるんです知ってるんだ。多分ギリです。ギリ分かる。あ、ギリなんかね。あ、どのぐらいまで通用するんかね、シーモンキーって。多分、これ見てる人は分かると思いますよ。ああ。楽器はあれですよね。おばちゃんまだかなーってやつですよね。まだかだ、まだかだ。まだかだ、まだかだ。俺も月刊で読んでたって言ったら、ムーぐらいしかないですから。出た、ムー。出た、ムー。ムーまだあるんよね。あります、あります。あります、あります。俺、ローディストとか、アウトとか、あ、アウトか。マニアック的には多分わかる人おらないな。いや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 。そんなことはないですよ。アニメックとかそういう風なの見てたとか、そんなことはないですから。俺は小学生ぐらいの時からアニメイトとかありましたよね。だから、30年前ぐらい。どの辺だっけ、メイト自体はあったから、うん、アニメイト、ああ、そんぐらいかもしれないね、うん、俺だってよ、ね、俺中学の頃からコミケ行ってたもんマジですか、うん、コミケだって中学校ぐらいからずっと行ってたもん。東京で徳山とか広島の方に岩国もあったから あるんだ、あの頃やるよとね、コミケもうこじんまりとやってたもん。へー、だけあれだろ、なんていうの、同人みたいな感じよね、うん、今東京でやってるみたいな、あんな規模と桁が違うけど、まあ、当然レイヤーなんておらんだろうけ、走りみたいなのはまあいないことはなかったけど、大体ああいう走りよね。昔はあの椎茸ラケットだったら
今は市民権がありますもんね。市民権がある昔は小さくられちゃったから、ね、今でも市民権があるかどうかというとちょっとクエスチョンだけどね。今もだってもう家年越えてみたいなことを言われたりもするけど、年関係あるからやっぱり。いや関係ないんですか。でしかも昔から見てると余計に多分そうじゃないですか、うん、あっちこっち隠れては、隠れてというか、うん、影は薄いけどあったと思う。昔からいましたよね、絶対いたと思います。こう表立って言うと変な目見られる系っていうのが、俺もあの小学生の時にあの漫画部だったんですよ。漫画部で当時は、まあ、当時はちょっとやっぱりそのオタク系というか、今みたいに市民権がない市民権ところで、あの近所 の、 あの書店にちっちゃいのがあったんですけど、うん、そこに唯一スクリーントーンが売ってたんですよ、うん、だから買いに行ってましたもん。すげえ。トーン貼って切って、うん、やってましたね。カッターナイフでねとか。アニメとアキラでももう何年前よ、あのアニメ30年ぐらいになるよね。30年はなるんじゃないっけ。でもあのアニメすごいよね。2020年東京オリンピックを予想しとるけどね。あ、そっかそっか、うん、そうですよね。まああんなに荒れてはないけど。いやまだわからん、あと2年あと2年そのまだ荒れるから。やる？ラッセーラーってなるから。アキラは名作、うん、あれはね面白かった、ね、あの DVD なあ、ブルーレイになったのがつい何年前だよね。ごめんブルーレイ持ってないから、うん、つい何年前なのよ。あんだけ有名だった。そのシリアルナンバーが0001っていう。買った持ってるよ。あ、何もしたっけ。結構高かったの。高いですよね、アニメは高い。まあそうやって騙されてね。騙されてなんて好きで買ったのに。もう下手な横好きで。好きこそものの哀れなりけり。哀れか、違うじゃない。なんか今塗り替えただけ。歴史を塗り替えたと一緒だよ。大丈夫、これあの究極超人あるのネタですって。あ、ある。あるって知らんだろ。わかんないっす。またあれ、え、今日、昨日、おとついてた。俺、それが買いたくって、本屋に寄ろうと思ったんだけど。コミックが出たんだろ。コミックね、10巻が出たの。いや、9巻か。9巻が出て、10巻がもうすぐ出るんだ。結構有名な。結城まさみ。最近のやつですか。いやいや、だって30年前で俺が学生の時なんだ。OVA とかにもなってるんだけど、その漫画が去年ぐらいから連載やって、やっとコミックになったっていうのが。大体俺、アドメ男ですけど、任せてください。大体雨男ここでやった時プールになったからね。マジ夜中ザバーッて降ってこのタープがペグが抜けて落ちたん。ポールが落ちて外れてドカーンとなって俺で目がザバザバザバって何と思って起きてきた、ね、前開けたらプールなんだ。もう水たまりマジかみたいな。いやよくこれ、いやその時に感じたのがよくこのテント水染み込んでねえよなとか。さすがね、あれコールマンの TP テントだったんだけど、はい、全然大丈夫です。大丈夫。あれやっぱり一流メーカーのテント買うべきだな。やっぱ新しいのとしっかりしてると汚れてなかったりとか、はい、入ってくることはないからね、うん、あれはすごかったね、うん、俺びっくりした。うちもウォーターベッド状態だったわけね。横やった、手ついたらタプンタプンとかでも全然中に入ってきてないんだ。へえ、すごいですね。さすが一流で名を馳せちゃうだけだとか、でも耐水圧とかしっかりしてるのねっていうのは、うん、だってまだ1年半しかやってないんだよ。ちゃんと2年経ってないんだもん。なのに装備だけ野生児だから。まあもともと住んでるのが山の方だったっけ。ああ、普通だよね。俺もやっと1年ぐらいですよ。大事ですね。そうだね、俺よりちょっと遅いぐらい。あ、そうなんだ、うん、一緒に働いてんだよ。あ、何年前。沢田さんが4、5年前になるぐらいですかね。でもあの頃4、5年ぐらいあれよく通ったなと思いますよ。通いよった。そう、あっから通いです。すげえ。通ってて夜仕事終わるのがだって11時とか帰ったら夜中てっぺん丸いもんね。回ります回ります。でまたあそこに行けるの。なんかそれやってる時は毎日のことだからなんか結構普通なんですよ。でも今改めて何ヶ月かに1回ぐらいしか集団に行かないようになると辛いよね。やっぱり辛い。毎日だともう慣れるけどやっぱり辛いよね。俺もそんな感じ。往復で130キロぐらいだったからね。それは多い。ガソリンスタンド行くとたまになんかタイヤの空気圧がどうたらこうたらとか、ね、タイヤ交換がって言われるじゃないですか。そしたらいや車屋なんでって言ったらもうタッと終わる。そうそうそう、面白いな。女の人とかひどいからね、あれ。うちのかみさんなんかよ、バッテリーは
って言われたり、オイルかとかって言われる、すぐ言われるから。うちのお客さんも結構あるよ。あのもういつ止まってもおかしくないですよって言われてきたら、もうすごい 100% ぐらい性能があるだけど、その時は絶対にあのすぐにそこでやるなって、一回帰ってきて車さんに行くからって言って断れって言って、うん、で知った車さんとかだったら、あ大丈夫ですよとかで一言言って、例えば B の19バッテリーだったら D の 23L とか大きいバッテリーの測定で測る。あそうしたら全然容量足りてないわけ。なるほどなるほど。目の前で見れるときは足りてませんとか。お客さんが自分の車バッテリー何ついてるかって大体知らん人が多いから。知らないですね。ああやってちょっと騙す感じの。そう。あで言われても突っ込まれても あ間違えてました。間違えてましたで終わらせればそれで済むとか。その測定器が違いましたっていう。そう、あの測り方間違えてましたっていう。あ確かに女の人はそれ言われたら絶対わかんないですよね。うん、そうはい、どっちもなったことないで。なったことないですまだ。尿酸低いんだろう。健康診断毎年あるんですけど何も取れた。まずは大丈夫。あれ低くても出るんってね尿酸って。一応なんかねあの尿検査みたいなのが出るんですよ。出るんですけど尿検査出るんですけど、大体その健康診断の前の日に大体ワイン1本ぐらい飲むんですよ。どんなのダメだろ。なんで多分それ出るんで次の日とか行っても。ああ出るんだよね。何もないです。出ないだろうね。いやなんで健康ワイン1本飲むんだ。健康診断の前の日にそんだけ飲む人はおらんだろう。結構毎日飲むんで。ああ。おお。え毎日1本ぐらい。1本飲む。毎日1本飲みます。すげえ。っていうのがあのビールより安いんですよ。まあ安いよね。あの750入ってアルコール分が3倍か4倍ぐらいあって500円ぐらいなんで。500円の。いや俺あの瓶がね残りすぎて怒られたもん。ワイン一時期赤ワインばっかりずっと飲みよって。セブンイレブンの安いやつでカリフォルニアワインとかで800円とか700円とかあんぐらいのずっと飲みよったんだけど、大体2日で1本、ね、俺は俺、うん、2日で1本ぐらいだったっけ。怒られたこれ。またやたなくなった、ね、すげえ。だからあのアルパカっていうワインを飲むんですけど、それにたまにあのシールが2つついてて、そのシールを10枚か15枚ぐらい集めると何かと交換しますよみたいな。そんなのあるじゃん。なんかハガキで送るやつあるじゃないですか。あれで気がついたら80枚ぐらい溜まっていてるんですよ。だからあのこういうプレートとかももらえたんですけど、でも全部交換しようって、だから10枚ぐらいもらいましょう。すごいね。あってもしょうがないんですけどね。あってもしょうがないんだけど、でもただだからもらっとけみたいな。でもいいよね。でも1日1本飲むんだ。それ結構やっぱ強いな。強いね。なんかワインって結構酔うよね。度数結構あるもんね。やっぱ10とか20とか15とかぐらいですか。最初は飲めなかったんですよ。ちょっとずつこうオレンジジュース割ったりとかして徐々にその割合を減らしていって修行です。俺は赤ワインをそんなもん修行しなくていいから。俺初めはね赤ワインが飲めなくって、ロックにしてた。だから氷最近ロックで飲むワインとかワイン、うん、初めねロックで飲んでて、だんだん飲めるようになって、すごい好きになって。でも氷で冷やしても結構美味しいですよね。美味しいですよ、うん。やっぱフルボトルとかそういう風な、濃いやつとかそういう風なになってくるから、何度も。ワインって常温、それとも冷やす？いや、いつもね、そうなんですよ。アイスが好きなんで、いつも冷蔵庫で冷やしてます。人によってあるよね、常温の。神の雫っていう漫画あるじゃないですか。あれで読んで、たまにやるんですけど、ワイン開けてから30分ぐらい置いとくんですよ。なんかちょっと広いやつに入れとく。ああでデカッターみたいな。そしたら味が全然違うんですよ。酸素となんか混じってちょうどいい感じになる。最初ちょっときつかったりするのはなんかすごい飲みやすい感じになる。そうなんだ、はい、今度試してみよう。あれ全然違うらしいよ。俺もやったことはないけど。やっちゃってよ。やっぱりどうなるの。だからデカンタ、そうなったらデカンタまで買わねえけん。だけどなんかそのワイン作るときってこう上からこう、すごい泡立ててやるじゃないですか。あれはだからその空気と膨らませて混ぜるみたいなね。へぇー。なんかあるらしいですね。佐藤さん、じゃあ泡立て器でいいよ。ボールに泡立て器で。シャカシャカシャカっと。本人見ちゃうかもしれない。あ、ごめん。やめとけ、やめとけ。ごめんなさい、僕が。あいつあんなこと言いやがったみたいな。ごめんなさい、僕が悪かったです。すいません。僕は、すべては私の責任です。うん、じゃあね。何言ってんの。うるせえも出すんじゃねえよ。うるせえも出すんじゃねえよ。3人もお世話になっ
これところでお二人は顔出し大丈夫なんですか、モザイク入れましょうか。大丈夫ですか。全然平気だ。見られても多分誰も分かんない。見てないだろう、うん、誰も分かんねえと思う。シュッとか入れときましょうか。入れんでいいから。いやでも結構見てる人いますよ。俺だってたまに100均とか行って声かけられますもん。マジでやっぱ YouTube 見るんだ。見る人。そうなんだ。 YouTube 結構見るよね今みんな。見る人多いっすね、うん、だって出てる回数が、まあ、ほぼ自分のあれなんだけ。あ、いやでもそれでも回数がやっぱ何万回ってなってるわけだけ、うん、自分で何回回すかわからんですよ。ちょっとアホじゃない。自分で何回回すかわからんですけど。でも最初の頃はほんま自分で回す回数の方が多かった。あ、そうなんですか、うん、アイスクリーム、ユースクリーム。急にでかい声を出すな。そういえば前、評価っていうアニメがあったっすよね、角川アニメ。そう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 。あれ面白かったんですか。俺見てないんですよ。いや、面白かったです。面白かったっす。俺は好きだった。人それぞれかな、あれは。ああ。学園ものだから、うん、やっぱ好みはあると思うけど、うん、学園もの俺結局まだ古いですけど、ハリヒしか見たことないんですよ。あれも学園ものじゃないですか。最近学園もの結構あるよね。あり？学園もの、あ、トラトラ面白いよ。トラトラ。トラトラ。トラトラトラ。違うから。我奇、我奇襲に成功し。てめえこの野郎。すいません、話の腰がおるとか大好き。もう三度の飯より大好き。これも学園もの。学園もの。結構学園もの多いよ。あれも面白そうと思ったんです。Amazon のプライムで見れるやつなんですけど、なんか、高校生をなんか1年巻き戻るかなんかして過ごすみたいな。なんだろう、ちょっと待ってください。タイトル言ったら分かります。分かる、多分オタだもんね。すいません、俺もです。よく言うよな。すいません、俺もです。今言うて恥ずかしいと思うからな。いや、俺もです。でも俺でもオタ歴10年、いや、すいません、中学校ぐらいからですから。もう一時期でも、真面目な時あったんですよ、うん、普通に結婚生活ちゃんとしてた時もあったんですよ、うんうん、嫁に言われたもん、あんたオタクだったんだな。ボソッと言われたもん、結婚して10年ぐらい経って。来週で俺25年だ、結婚して。そうだ、25年、金婚式が50年で、うん、よく考えたら25年だ俺、結婚して。すげえね、よう耐えたね。あ、違うか、嫁がね。なんで俺に言わすの、それ。何言わすの、それ。俺。1年間戻る。1年じゃないのかな。なんか巻き戻るやつがあったんですよ。ちょっと待ってください。リライフじゃないよね。あ、それかもしれん。ああ。なんとかライフとかだった気がします。リライフ。それ面白いですか。北海道で。うん。どうなんだろう、リライフ。好きな人は好きかな。好きかな、うん。結構グロいのもあるって。好き嫌い分かれるから。そうなんですか。かなーって言わせる。萌えちゃ萌えだけど、萌えじゃないちゃ萌えじゃない。なんか、リライフかも。そうです。リライフ、リライフ。今見たら、そうです、そうです。見ることから悩んで、まだ見てないんですよ。あー、どうなんだろう。一回見た方がええかもしれない。それで決めた方がええかもしれない。あー。大体第1話見たら面白いか面白くないか。大体分かるけどね。でも時々大腸がしょぼくて後から面白いのもあるもんね、うん、時々アニメって。俺シュタインズゲートもそうでした。1話はちょっと面白くなかった。面白くないだろ。シュタインズゲート、あ、シュタゲ、あれはね、大腸はちょっと面白くない。まあいいし、トゥットゥルなんかね、2週目で1話から見ると面白いんですよ。1話も意味がようわかるんですけど。あ、確かに。あれね、多分通して見るとわからない。わかんないですよね。あれ、リゼロとか見たことある？ん？ゼロから始める異世界生活。あー、それタイトルしか知らないです。見たことないです。あれね、萌え系じゃないから、あれ。あ、そう。萌え系じゃ萌え系なんだ。どうなんかな。いや、俺結構見るときに絵で決めるんですよ。あ、ストーリー的には見るべき。ゼロから始める異世界生活。へー、なるほど。名前はちょっと、なんか、ハッピーエンドみたいな感じだけど、全然違う。あ、そうなんですか。面白い。へぇ、ただ、途中で嫌になるかもしれんけど、うん、また戻るのとかって、なんかやって失敗しては、よく〇ったりとかしてまた死に戻りするんや。あー、なるほど、うん、で、要はそれでどんどん成功していって
達成していくんだけど、でも俺多分日暮らし耐えられたから大丈夫です。あ、じゃあ大丈夫。大丈夫。全然大丈夫。一応最後で見ましたから。じゃあ多分見て大丈夫だと思う。ね、日暮らしに耐えられたら大丈夫かもしれない。他は、まあ、そう、うちに奥さんと一緒に見ようと思うんですよ、アニメを。奥さんのために君に届けよアニメがあるけ。この笑いは一体何なんですか。いや、俺大好きだから、ごめん、少女漫画なんだけど、ちょっとハマったけ。おー。いや、俺、うちの嫁は絶対見てくれないなって思ったから、娘とだったら見れるかもしれんけど、上の子だったら笑って見るかもしれん。子供と見るんだったら、ザワさんが主役やるよって、NHK でやるよって、小鳩っていう題名かいな、ね。うん。あ、ごめん、それは見てないですよ。萌え系を見たらダメですって言われたわけね、俺。そうそう、だから日暮らしも、うちの奥さんからすると萌え系なんですよ。まあ、あれが萌え系か、萌えの要素はないんですけど、なんですか、見せかけの萌えみたいなのがあるじゃないですか。あれはグロ系になるんじゃないか、どっちかというか。グロだよな。グロ。あれは萌えって言うたら、だから地獄少女でも萌え系になるよね、下手したら。そうなんです、だから、その線引きが難しくて、なんか、いや、これ、地獄少女は絵が萌え系っていうわけじゃないから。でも絵は綺麗よね、あれ。けど、萌えの絵じゃないでよね。萌えの絵じゃないけど、だって何の映画でも、そのキャラクターが好きって言ったらもう萌えになるわけだから、そうそう、難しいよね。キャラが立ってるとそれはそれで萌えになるじゃないですか。うん、それが男性キャラでもですよ。そうそう。だからその辺がね、難しい。これを説明するのが難しいというか。奥さんと一緒に見て、ヤマト？ヤマトは、ヤマトに。奥さんと見るアニメじゃないよ。1999とかダメかな。ダメだね。ちなみにうちの奥さんちょっと変わってるんで、高校生の頃とか読んでたのが明日のジョーとかなんですよ。おう、そっち行けるんじゃん。なんでそっち側行けるんですよ、全然。じゃあ少年雑誌は行けるんじゃん。じゃあ、弱虫ペダルとか。ああ、あれ面白い、面白いですか。まあ、どうだ、好きな人、でもありえないけどね。後半ありえないほどのくどいから、後半もだんだん、自転車が好き、あ、どうなんだろう、あれ。スポコンで、いや、後半、これでもかっていうぐらい、回想とくどいから、どうなんだろう。なんだ、まあ、最近のゲゲゲの鬼太郎見たらいいよ。ああ、猫娘が。最近、えらい可愛いな。8頭身どころか10頭身かなっていうぐらい。そうそうそう。何だろう、鬼太郎はなんだかんだ言って俺墓場鬼太郎大好きだったんですけどね。あれ墓場鬼太郎なの、あれなんかすごいダークだったじゃないですか。あれはね、ものすごいダーク、なんか育ての親とかも見殺しにするみたいな。神まみた、神まみた、化け物語シリーズはもちろん今のが八九時迷いの言葉っていうのも知ってます。ああ、すげえ、神は見た、神はいた。あ、そうだ、西尾維新わかるんだ。あのシリーズはまあ見て飽きんよね。ただ俺化け物語しか見てないですよ。偽物語とか、あ、見てない。まあ、まだ見てないんですよ。天井ヶ原でわかるわけなんだ。わかるよ、わかります、わかります。あららぎくんとかね。ラララギさんですね。神間みたい。あれ、偽とか終わり、終わり物語、うん、しまい、偽物語、終わり物語とか、冬物語、冬物語とか、冬もあるから、暦物語とかよくあるけど、たくさんあるから。偽はあれですよね、荒木くんの妹とかの、そうそうそう、やつですよね。カレンビーとか今何作出てる、あれ十何作ぐらい出てるよ、うん、コミックの方、小説の方は。化け物語は僕一番好きだったのが、オープニングが変わるじゃないですか、毎回。毎回がそのシリーズというか、確かにね、翼キャットだったらこれみたいな、あれが良かったんですよ。で、全部いい曲ばっかりだったんで、主役のヒロインがずっと歌ってるからね。そうそうそう、僕はなでこの歌が一番好きでした。ザワさんだ。ザワさんね。ザワさん、あ、花沢さん。ザワさん、あ、ザワさんってそれのことですか。あれはめちゃめちゃ萌え歌よね。いや、萌え歌なんですけど、いい歌っちゃう、あれはいい歌だった。うん、次があのあれ、戦場が、ああ、ステップル、ステップル、そうそう、ホチキスがカチ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 進んでいく、あ、そうそうそう、ステップル、ステップルかな。